どうも。はい、今回ですけども、今週ですね、4月24日土曜日ですね、シュプリームウィーク9ですね、やたらのドロップリストが出ましたので、そっちの方を見ていきたいなと思います。で、今回ですね、何のコラボかなと思いましたら、意外や意外ですね。はい、まあ、予想外の展開だったと思うんですけども、はい。で、まあ、前回ウィーク8が終わった時にですね、次の日、日曜日ですかね、日曜日ぐらいにひょこっとなんかリーグが出てきて、スラッシャー出てくるんで、あ、いよいよこれなんだなと思ったら全然違いましたね。はい。で、今回が、サウス2ウエスト8っていうブランドで、こちらがですね、釣りウェアのブランドになりますね。はい。釣りとストリートのコラボって感じで、まあ、今回も、なかなか、ちょっと分かれそうな週にはなるんですけども、ちょっと価格帯見ると結構これ高そうですよね。意外に結構高いなと思ってですね、ちょっとびっくりなんですけれども。はい。で、こちらがまあ日本初の北海道にある、ブランドの、アウトドアブランドのコラボになりますので、まあ日本のブランドと、コラボっていうのもいいかなとは思うんですけども、まあちょっと前、記憶を正すと、数年前になんか釣りのルアーみたいなのが出てですね、それを買おうかなと思ったら、もう速攻完売で買えなかったっていう記憶があるんですけども、まあ今回は一応竿とかも出るんで、まあ釣り好きな人にはいいかもしれないですね。はい。で、あと一応レギュラー商品なんかも出てますんで、順番に見ていきたいなと思います。はい。で、まずですね、コラボの商品で、まず1点目が リバートレックジャケットですね。こちらが2色展開ですね。で、これがブラックと、まあ、マルチカラーみたいな感じのやつですね。こちら上の部分が取れるんで、半袖としても使えますので、まあ、結構かなり、使い勝手は良さそうですね。まあ、ただ価格が高そうな感じですね。はい。はい。で、続いてが、ブッシュパーカー。こちらが2色展開ですね。これちょっとどんな感じなのか、まあ、パッと見るとなんかすごい、もわーんとなんかすごいぼやけたような、ちょっとなんかうっすら、なんかこの薄手の、透けるようなジャケットなのかちょっとよくわかんないんですけど、パッと見そんな感じがしますかね、見た目は。はい。で、こちらが2色と。で、続いてがブッシュベストですね。こちらも同じ生地の、ベストが2色展開ですね。はい。で、続いてがフリースですね。まあ、フリースちょっと時期的にですね、今すごい暖かくなってきてるんで、まあ、なかなかちょっと使う機会がなさそうなんですけども、はい。こちらも出ますね。こちらが、3色ですね。ブラックとグリーンとイエローですかね。はい。で、続いてが、リバートレックパンツ。こちらが2色展開。これ良さそうですね。ハーフパンツにもなりますし、形も結構かっこいいんで、これは人気ありそうですかね。はい。で、続いてもう一個パンツで、ベルテッドパンツ。こちらが、4色展開ですね。これも別に悪くないですね。丈の部分がちょっと絞ってあって、履きやすそうな感じですね。はい。ブラックなんか結構かっこいいな。で、続いてが、ブッシュパンツ。はい。これも2色展開ですね。これもハーフパンツになる感じで、この実物的にこの生地感がちょっと気になりますね。はい。で、続いてが、ポケットティーですね。ロンティーになります。まあ、これパッと見最初リーク出た時にこれが一番いいなと思いましたね。自分的には。はい。これいいなと思いますね。こちらが、5色展開ですね。はい。で、続いてが、メッシュゲームバッグ。こちらが2色展開。これも全然良さそうな感じで使い勝手が良さそうですね。まあ、ただ値段見たら結構高いんですよね。予想価格みたいなの見ると。はい。で、続いてがジャングルハットですね。これもおしゃれですね。ブラックと、このマルチカラーと。はい。で、続いてが、ブッシュバラクレバですね。こちらが1色だけですね。はい。で、続いてがブッシュのハットですね。こちらも2色展開と。で、最後が、テンカラのフィッシングロッド。こちらが、1色だけですね。はい。まあ、これ多分結構人気、これも人気あり、速乾しそうな感じがしますかね。釣り竿。はい。で、こちらで、コラボ商品は以上となります。で、続いてですね、レギュラー商品なんかを見ていきたいなと思います。はい。で、まず、レギュラー商品が、最初の一発目が、ワークシャツですね。はい、こちらが、4色展開ですね。なんか、後ろになんか、スヌーピーがなんかこういう風に、拳銃を持ったような、絵が描いてあるんですけども、スヌーピーじゃないな、これ。まあ、こちらが、4色展開ですね。ブラックとオレンジとホワイトと、パープルですかね。
はい。で、続いてが T シャツですね。ラベル SS トップ。ラベルなん、ラベルが貼ってあるような感じなんですかね。こちらが、5色展開。で、続いてがストライプの SS トップ。こちらが、5色展開。で、セーターですね。これ前、今回出るみたいですね。この S がバーッと散りばめられたセーター。こちらが4色展開と。で、続いてフーディーですね。フーディーがブラッシュストロークフーディースウェットシャツ。なんかすごい、バーッとなんかやったような模様ですね。こちらが5色展開ですね。で、続いてがハンドスタイルフーディースウェットシャツ。こちらが、5色展開ですね。あ、これも別に全然デザインはかっこいいですね。これなんかシュプリームって書いてあるのかな。ちょっと崩したような文字で。はい。で、続いてが、セットアップの ブラッシュストロークのスウェットパンツのショートパンツですね。こちらが5色展開ですね。はい。で、続いてが、ツートーンのリップストップキャンプキャップ。こちらが、5色展開と。で、最後が、これですね。これも結構自分的には欲しいんですけども、セイコーのマラソンクロック。これですね。これ、ちょっと欲しいなと思いますね。大きさが気になるんですけども、結構、どのぐらいのものなのかな？ちょっとサイズがすげえ気になるんですけど、これも欲しいですね。普通になんかちょっと部屋に置いとくとインテリアとしてもいいですね、これ。まあ多分これはおそらく人気ありそうですよね。多分狙ってる人すごい多そうだから。多分これが速乾、これも速攻売れそうだな。まあで今ちょっとこのラインナップ見ると、この時計か、さっきのロンティが欲しいかなと思いますかね、今週は。はい。まあ多分おそらく普通の、多分ウェブとかではないと思うんで、普通の並びだと思うんで、どうなんだろうな。オンラインでいけるかな。まあでも一番最初に出たのはこの時計かな。この時計ちょっと欲しいですね。まあ前々からこのドロップリストっていうかあのルックブックですかね、出た時にこれいいなってちょっと気になってたんで、まあこれが出るってことなんで、まあ今週もちょっと狙っておこうかなと思いますかね。はい、ではこちらで以上となります。はい、まあ多分コラボに関しては多分ちょっと分かれそうな週ではありますので、まあでもこういう時計とかもあったりするんで多分人気はあるのかな、今週も多分。はい、ではこちらで以上となります。まあ何かですね、購入したりだとかあればですね、随時動画の方でアップしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。あ、そうだ、あと前回買った T シャツ、あ、これ忘れた、これですね、これ買ったんで、あ、最後にこれだけちょっと試着して終わりたいと思います。ではちょっと試着してみます。はい、ではですね、最後に着用するとこんな感じになります。で、これ前回買ったファックティーですね。で、サイズが M になります。で、私が、身長173センチの体重が今最近2キロぐらいですかね、72キロの、M になります。 M でこんな感じですね。まあ着丈はまあ割とあってですね、まあ身幅は普通でも、この袖の部分がちょっと短いような気が若干するかなっていう感じですかね。こんな感じ、まあちょうどジャストサイズですかね。これ見ると自分的には、まあ、もう一個ワンサイズ大きくてもいいかなと思いますね。で、これ買うときにですね、事前にサイズ表を見て買いたかったんですけど、サイズ表がなかったんですね、調べたけど。なかったんで、で、まあいつも通り M を買ったって形だ、こんな感じですね。まあなかなかサイズ難しいですよね。まあ最近パーカーのサイズとかが特に身幅がすげえ大きくて、このアームホールもでかくなって、出たりしたりするんで、で、T シャツもですね、まあ、例えば1年前のやつと、またこれサイズ感があると、ちょっと若干ちゃうんですよね。気のせいか、まあ、これがちょっと腕が、ちょっと袖が短くなってるような気がしますし、はい、着丈はあるんですよね。はい、まあ、なかなかこの辺が難しいところですね。まあ、サイズ表とかが、ないとですね、まあ、判断が難しいっていうことにはなるんですけども、はい。またまあ今週、ロンティーが出るんで、まあでもですね、サイズが出てれば、あれば乗ってれば嬉しいなと思うんですけど、なければちょっと勘で買うしかないっていう形なんですけども。はい。ではこちらで以上となります。はい。では今週もですね、まあ多分狙ってる商品がある方に関しましてはですね、頑張っていきましょう。では、バイバーイ。